立憲民主党、杉尾秀哉参院議員の SNS への投稿が、注目を集めている。第二自民党はヤクザと一緒だ。杉尾氏は4月18日、自身の X を更新、維新、馬場代表、立憲を叩き潰す必要ある自民党とは将来、お互い切磋琢磨という、FNN プライムオンラインの記事を引用し、投稿した。引用された記事では 日本維新の会ババノブユキ代表の立憲を叩き潰さないといけないと改めて感じたという言葉を紹介しています立憲を潰し野党第一党となることで自民党との二大政党を目指すとしたものですこれに杉代氏が反応日本維新の会を第二自民党だとした上でヤクザと一緒だと断じたわけです 国会議員ととといいいう公職にある人の言葉とは、思えないと批判が集ままっています。週刊誌記者ネットでは杉尾氏は元キャスター言葉を大切にすべきものがこんな言葉を使うとはがっかりキャスター出身ならもう少しうまい言葉使えば良いと思うのだができないんだろうなこんな変更的な考えの人がニュースを伝えていたと思うとゾッとする TBS か など、不快感を示す意見が多数見られる。杉尾氏は TBS で、報道記者、ニュースキャスターなどを務め、2016年の参院選に民進党から出馬し、初当選。現在は2期目。杉尾議員は、以前にも、ヤクザという言葉を使って投稿しています。2023年12月、自民党の派閥問題に絡み、 東京新聞の望月井組織者が「ヤクザが組員を退会しようとしているかのような」と X に投稿杉尾氏はこの投稿を引用し「望月さんいやヤクザなんですよ」と X に投稿したのですこの投稿はすでに削除されています当然杉尾氏の投稿をめぐっては公職選挙法違反が疑われるものもあったという 杉尾氏は4月6日、衆院補選で立憲から出馬する、東京十国の坂井夏美白さん候補の画像を貼り、岸田政権に国民の脳を、4月28日の3補選、よろしくお願いしますと投稿しています。これは4月16日の告示日前の選挙運動に当たり、公職選挙法違反となる可能性が高いとして、投稿にコミュニティノート、ファクトチェックが付けられ、 杉吉はこの投稿を削除しています同様の投稿をしていた辻元清美氏らも投稿を削除しました同然冒頭の杉吉氏の投稿に対しては他にもいつも思いますがなぜか立憲民主党の人たちは相手に対しては好き放題の発言で聞いているこちらが嫌な感じがしますもし他党が言うと言葉の暴力とかすごい剣幕なのに自分たちは 何言ってもいいのでしょうか。立憲は第二の共産党やろ。など、立憲民主党への批判も多数見られる。自民党が支持率を下げる中、立憲民主党は支持率が上がるどころか下がっているのも、この辺に原因があるのでは。以下はネットユーザーの反応をまとめたものです。杉尾秀才といえば一連のオウム報道。 坂本弁護士一家殺人事件の発端となった坂本弁護士へのインタビュー映像を TBS がオウムに提供した一件これは日テレがスクープしたんだが当時 TBS のアナウンサーだった杉尾秀才が司会を務めていたニュースの森番組内で完全否定抗議声明まで出したその後の松本サリン事件では 通報者に過ぎなかった河野義行さんを犯人と決めつけるような報道をしていたもちろん TBS 社員であった杉尾秀才は台本通りのコメントをしただけかもしれないがその罪は重いわなで国会議員になってからの言動を見るに本人も TBS の姿勢には疑問は感じてなかったんだろうなぁと過去にも 立憲民主党議員の菅元総理が、サル、ヒットラーなどと、暴言や、不適切発言をしており、杉尾議員の、この、ヤクザ発言も含めて、とにかく稚拙である。またマスコミも、自民党議員が発言したら鬼の首を取ったように、大騒ぎするのに、テレビのワイドショーなどもスルーしている。どうしてなのか、特に杉尾議員は元 TBS だから、忖度しているのか。 そして、立憲民主党内も何もお咎めなし、こんな党に本当に政権を任せてもいいか。国民の中に一定数、自分の境遇は国のせいだとする人たちがいて、その人たちはガス抜きをするために政治家を選ぶ傾向があると思う。国会がワイドショーみたいになるのはそのせい、その人たちが考えを改めない限り、立憲の人たちはずっと当選するし、 ずっと税金をこの人たちのために使う。民主主義だからこれは仕方ない。立憲と共産の違いはガス抜き目的の議員か理念あっての議員か。ただ自分はどちらも好かないので一緒といえば一緒だけど両党には根本的な違いがあるとは認識している。この方はキャスター時代次の選挙では民主党に入れて ねじれを起こさせましょうと番組内で有権者に呼びかけてましたからね。本来公平な報道をしないといけない立場の方が、なぜそんなこと言うのかと不思議でしたが、その後民主系から立候補したので、節相も、フェアさも欠片もない方なんだなと思い続けてます。W。それにしてもモドキャスターという言葉の重要性をよく、 分かってるはずの方がいつまでたっても改善しないのにはへきへきしますね杉尾氏に限ったことではありませんが野党のののの不祥事は、マスコミの報道が小さいといいいととうのも大きいのだと思います。与党議員の不祥事は番組のほとんどの時間を割きさらに何日もかけて報道をしますが野党の不祥事はよくて与党議員のついでに問題は野党でもと触れるか。 フラッシュニュースで報じる程度です。この差が、野党議員たちが不祥事に関する問題意識を小さくしているのではないでしょうか。同程度の時間とまでは言いませんが、与党、野党が3、2くらいの時間になるように報道をお願いしたいものです。与党も野党も関係なく、この国の政治家の質が落ちてきたと感じるばかり、こんなくだらない、品のないやりとりを見せるから、 若者は愛想をつかせて選挙に行かないのだ。日頃の振る舞い、言葉遣いから勉強を押し直す研修こそ国会議員には必要だと感じる。杉尾議員の言いたいことはわからないでもない。この政党は国民に対して訴訟を起こすことがある。また、元暴力団の一員と思われる人物を擁立していたとも言われている。はたまた、 万博反対の人物に対して出禁と言ったのはつい最近の話ですね維新の政策に相対する人たちも同じ国民の一人であることを認めていないとも言える以上のことを踏まえればそう言われても仕方ないのではと思いますね松本サリン事件で杉尾秀才が当時どんな発言したか知ってたら言葉を扱うプロではなかったことは分かってるそれを 長野の有権者が当選させたのがダメだったそして何回も SNS でやらかしてるのに何の処罰もしない立憲も問題この人や政党に限らず単に知名度が高い元アナウンサーだから良識はあるだろうとかその人の政治信条や背景を考えずにこの人に投票した人比例であればその政党に入れた人がいるからこんな人が議員先生になってしまう 選ぶ方ももう少し勉強して、候補者をちょっとスマホでもいいから調べてから、投票しないとなぁと、つくづく思う。